アリストブロス一世統治下のハスモン朝、サ、紀元前104年征服した、ロードアリストブロス一世は、古代イスラエルを統治した、ハスモン朝サの王、ヨハネ・ヒルカノス一世の5人の子のうちの長子であった。父ヨハネ・ヒルカノスの死後、その遺言により、王国の実権は、ヒルカノスの妻に継承され、はじめ息子のアリストブロス一世は、宗教的な指導者である、大祭司に任じられた。 しかし、これに不満を抱いたアリストブロス一世は、実の母と兄弟を極に投じて、実権を握り、王位についた。母を牢獄で、餓死させている。アリストブロスは、ギリシャ風に王墓を用いたが、これは、バビロン保守以来となるユダヤでの王政復活となった。地世中、イトリア地方の征服活動を行い、住民のユダヤ教への強制改修、割礼を行った。 彼は、仲の良かった弟、アンティゴノスを徴用したが、獣神たちはアンティゴノスを中傷し、アリストブロスも徐々に信じるようになった。アンティゴノスが描画中のアリストブロスの見舞いに、やってくると、武装せずにやってくるよう求めた。ところが、アンティゴノスを陥れようとした人々が、武装してくるように騙したため、護衛兵たちがアンティゴノスを殺害した。この時、 ッセネ派のユダという人物は、アンティゴノスの死を予言したという。治世一年余りで病に倒れた。歴史家、フラビウス・ヨセフスによれば、アリストブロスは、弟アンティゴノス殺害を深く後悔したために、発病したという。アリストブロス没後、妻、サロメ・アレクサンドラは兄弟を、獄から解放し、弟のアレクサンドロス・ヤンナイオスと再婚した。これによってヤンナスは、 大いにつくことができた。ありがとうございます。